DKTV をご覧の皆さん、こんにちは。 DK 土屋圭一、今日はどこに来てるか。いすゞプレミアムクラブ、何かというと藤沢工場、いすゞの藤沢工場のテストコースです。なんかこうエルフの新型が出るから乗ってみろと、いうことで来ました。ということで、エルフの担当の方、菅原さん、どうも。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。はい、まあ、この人から新型エルフ発表したんで発売前に乗りに来いと、まあ、はい、そういうあのお言葉をいただきまして、藤沢工場テストコースに来ましたけども、はい、ここはテストコースなんですか？はい、そうですね。奥にテストコースと、あとは実際に試乗ができるようなコースが、はい、併設された施設になります。ここは、いすゞの藤沢工場内にあります、いすゞプレミアムクラブという場所になっておりまして、実際 の、 あの長距離のテストコースなどは、北海道の、試験場の方で行っております。基本的には直線周回路になりますので、発進、加速、停止といった、一連の走行動作を確認が可能です。通常時は、実際の車の開発車両だとか、生産車両の、確認を行っておりますので、基本的には立ち入ることができません。エルフが新型になったと、はい、いうことで、はい、何が変わったんですか？もう今回はやっぱりキャブが全然違いますね。キャブっていうのは乗り込む、はい、キャビンですね。キャビン変わったの？もう17年ぶりにもう一新を。17年間何もしなかったやつ。いやいやいや違う。どう変わったの？もう今回はやっぱり顔、あとはキャブの骨格自体も変わってますし、はい、シートとかペダルとか、そういうところも全部変わってます。あと、はい、なんでまたその17年ぶりに変えようと思ったんですか？やっぱりトラックをお使いのお客様のそういった動向だとか、はい、社会的なこういう人手不足、うん、まあ、そういったところに対応するためにはこのタイミングでやらなきゃいけないっていうので今回変えました。トラックっていうと、はい、なんかこうガテン系の人がマニュアルでこうやってるっていう感じがするんだけど、はい、どうなんですか？いや、もうやっぱりそういう方ももちろんいらっしゃるんですけど、はい、やっぱりいろんな方が、まあ、女性もそうですし、若い方もそうですし、いろんな方が今乗られるようになってますので、女性増えたんですか？増えてますね。ね、はい、だってああいう人、女の人って言葉限定でしょ？はい、そうですね。そうだよね。そうです、そうです。なので今回はちょっとトランスミッションの方も新開発したアイシルという、アイシル、はい、急速のデュアルクラッチを開発しました。急速、はい、スーパーカーじゃないですか？そうですね、トラックなんですけど、急速。あ、それ燃費考えると。そうですね、燃費とやっぱあとは運転性能ですかね、加速とかがかなりいいんで、そういうのに急速。トラックって言ってさ、はい、なんかこうガッガッガーンみたいな。そうですね。そうでしょ。その常識を塗り替えたいっていう思いでやってきました。あ、そう。え、遠足のそういう学校はない？もうほぼないですね。ちょっと言い過ぎましたかね。いや、忙しくないのさ、はい、そのランボルギーニとか、はい、まああのイタリア車は割とね、こうパコンパコンってパドルシュートするとえ、そういうのはないの？そういうのもあんまりないかもしれないですね。そこまでは。スムーズなの？かなりスムーズです。はあ、まあ、じゃあ顔も変えて、はい、中身も変えて、はい、急速のデュアルクラッチ入れて、はい、そうです。スーパーカーじゃん。スーパーカーでドラッグを作っちゃった。そうです。それはぜひ楽しみ。あんまり僕はね、はい、トラック詳しくないんですよ。あ、そうなんです、ね、だからあのトラックオタクみたいなトラックマニア一人いるんですよ。あ、そうなんですか。あの多分菅原さんもご存知だと思うけど、はい、日産のワークスドライバーで松田杉雄っているじゃないですか、はいはいはい、あれもまあ日産ファンで日産マニアなんですけど、そのに松田杉雄の車をずっと全部預かってる、はい、その社長が力くんって言うんだけど、はい、トラック大好き。あ、そうなんですか。じゃあ詳しいですよ。あ、結構突っ込んできますよ。あ、ちょっとそれドキドキします。で、あとでじゃあご紹介したいと思いますけど、はい、ありがとうございます。じゃあ今日は、はい、いや、じゃあ旧型と新型の乗り比べ。はい、そうですね。あ、なるほどね。一度まず旧型乗っていただいて、まあ、そこから今回で新しいの乗っていただいて、はい、どんなところ変わったのかっていうのを見ていただければと思います。あ、
俺昔ね、はい、20歳ぐらいの時ですけど、はい、自分でアマチュアドライバーでね、はい、富士スピードウェイレースに行った時に4分車で、はい、冬雪道乗り過ごしてましたよ。そうなんですか、トラックで。はい、楽しいですよ。あ、本当ですか。普通車だとこうパッパッてやんなきゃいけないんだけど、トラックだとスーッと滑り出すんです。スーッと頑張りながら笑いながらゆっくり、そう、ゆっくり。あ、スローモーションですか。で、そういうのもやってみたいですね、冬ね。そうです ね、 ね、ぜひ、ちょっと雪が降ったこういうぐらいで気持ちのいい日じゃなくてさ、そうですね、雪道はどうなのかみたいなそうですね、ぜひ乗っていただきたいです。はい、はい、さあ、ということで、菅原さんとね、新旧乗り比べ、比較してみたいと思います。どうぞ。さあ、これが旧型でしょ。はい、そうです、これが旧型です。で、嫌なとこないんですけどありがとうございます。何がいけないの、これの。いや、もちろんこれも素晴らしい、いい車なんですけど。ね、だって17年間頑張ってきたわけじゃん。そうです。これからどう変わってくるの。これをもっと、やっぱお客様の声とかをちょっと車にもっと反映して、はい、乗り心地とか。お客様の声はどういう声なの。やっぱりちょっとキャブの中がもうちょっと広くならないかとか、あとは発進性能をもうちょっと良くしてほしい。じゃあ三等車に乗ればいい。このサイズがいい。このやっぱり2トン車が人気なんだ。そうですね。これより広くならないでしょ、だって。そうですね、かなり頑張らないと。そうだよね、うん、やっぱこの寸法自体はもう決まっちゃってますので。そうでしょ。その中でどれだけこう無駄を省いて広くできるかっていうのがやっぱ大変なところですかね。大変なところをどういうふうにしたんですか今回はやっぱり、はい、いろんなところあるんですけど、まあ、シートとかキャブ の、 この骨格自体をもうちょっと薄くできるところないかとか、無駄省けるところないかっていうので、キャブの骨格自体をもうちょっと大きくしてます。あ、そう。だって寸法は変わらないんでしょ。寸法変わらないで、キャビン、はい、なんでちょっと内装のところとかそういうところも含めてちょっと変えてるから。僕は全然不満はありません、これで18年目売っても構いませんけどまあ、いすゞさんがそう言うなら新型を見てみたいと思います。お願いします。さあ、本日の DKTV のメインディッシュです。このまま新型を紹介すると、多分僕はいすゞの菅原さんに丸め込まれて、あ、そうですかで終わっちゃうんでトラックオタク、はい、トラックオタク、これは詳しいですよ。これはもう、あのオープニングでも紹介しましたけど、はい、松田継夫の、ね、整備工場の社長、はい、社長、はい、社長、はい、ありがとうございます。どうも、トラックオタク。どうも、トラックオタクです。トラックめちゃ詳しいですよ。あ、本当ですか。トラック何台持ってるんだっけ。自分では5台持ってます。5台普通に持ってるんだよ。すごいですね。ね、整備工場の親父が5台も普通持ってないよ。そうですね、はい、全メーカー持ってるんだよね。全メーカー持ってます、はい、すごくない。すごいですね。それでイスズがなんか新型エルフ出したんだって、ぜひ見たいとか言って。はい、ありがとうございます。めっちゃ詳しいよ、ね、本当ですか。僕を丸め込ませようとしても無駄だよ。わかりました、ね、めっちゃ詳しいよ、はい、はい、承知です、はい、じゃあまず力くんと僕の、はい、ね、菅原さんから説明していただけます、はいはい、何がどう違うのか、はい、今回もうキャブ全体もう顔周りも違うんですけど、はい、デザインのコンセプトは、はい、プレジャートゥキャリーです。なんだそれ。なんですか。やっぱりこう物を運ぶとかお仕事されているドライバーさんたちが、はい、やっぱりこう車のデザイン喜んでもらえないかなっていうところをコンセプトにしてます。なんでやっぱかっこいいとか見ててワクワクするとか、乗り込む時にちょっとワクワクして車に乗り込んでもらえればなというので、そういった顔大事だよな。顔大事です、はい、なんでも顔です、はい、顔大事だよやっぱりさ、はい、ね、はい、キャバクラ行ったらそうだよな。キャバクラ、クラブ活動も、はい、顔が大事です。顔は大事ですよ、はい、飛び切りの子です。だけど目がないじゃない。いや、目はこれです。あ、こんなちっちゃいの。はい、これ旧型はさ、はい、ライトっていう目がついてたけど、はい、こんなんで大丈夫なの。あ、大丈夫です。もうこれで夜間もバッチリです。本当かね。本当です、本当です。俺昔シルビアの S13 乗っててさなんだこの暗いのって。はいはいはい、そうですね。大丈夫。大丈夫です、もう本当に明るいですよ。はい、なんだこれぐらいですよね、うん、え、大丈夫なの。大丈夫です。これで本当にこんなんで大丈夫なの。もうこれで全然もうロービームもハイビームのハイ LED になってます。あ、そう、はい。まあ、この辺はさ
かっこよくなったじゃん、はい、ポジションですね、はい、やっぱ夜一目でエルフが来たって思ってもらえるような印象的な、なんかこの辺もさ、こうしゃれてさ、はい、旧型はさ、なんか全面真っ白だったの、はいはい、だから旧型に比べるとなんかこう旧型がすっぽいなみたいな、いや、やっぱさ、新型になるとこう、こういうなんかね、こうなんか GTR みたいな色してんじゃん、はい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 、で、なんかこう、この辺の格好もさ、なんかスカニアっぽいじゃん、はいはい、これも名前が実はついてまして、何、ワールドクロスフローっていうデザインアイコン、イスズの新しいデザインアイコン、あ、そうなの、世界をつなげ、結ぶっていう意味を込めたワールドクロスフローという新しいデザインです。もう一本入れてもよかったんじゃない、もう一本入れたらギガになっちゃう、いいツッコミだね。あ、そう、はい、これどう、旧型の比べて、ね、新型の顔って、あ、いいと思います、いいと思いますっていうか、あの高く見えます、あ、そうだよね、ただ本当に高いのかもしれません、だって旧型は真っ白だからさ、はい、なんかペロンとしてるじゃん、はいはい、これはなんかちょっと高そうに見えるじゃん、高そうに見えます、やっぱちょっとそういうのも意識しました、ちょっと高級感というのも、はい、ちょっと2トンなんだけど、うん、これまでよりも少し立派というか、そういうところを意識してます、2トン車って世の中すごい多いんでしょ、トラックは、はい、ほとんどこれだと思います、トラック多いです、はい、まあオタクが言ってるから間違いないよね、はい、でこの辺の凹凸なんかつけちゃってさ、あ、ここもですね、実は歩行者保護で、あ、そうなの、人がぶつかってもちゃんと衝撃を吸収できたり突起がないっていうのが、ああ、そういうこと、人に対してダメージを与えづらいっていうのは安全大事だ、あ、樹脂だ、ここ樹脂です、はい、あ、そう、あ、そうなんだ、あと実は細かいんですけど、はい、今回このドライバーさんから見て右折の時のこの A ピラー、はい、この死角を減らすために実はミラーをちょっと下げてます、あ、旧型より、旧型よりちょっと細かいです、そんなの気になる、結構気になります、結構見えないぞ、歩行者の人、あ、そう、はい、え、見えづらいの、やっぱりこのピラーに入っちゃうと見えづらいので、そういうところをちょっと意識して少し位置をずらしてます、で、旧型よりさ、このフロントガラスがさ、はい、こうラウンドしてない、はい、で、立ってない、あ、そうなんです、実はこのキャブをですね、横から見ると立ててます、フロントウィンドウ、ね、旧型の方が寝てますよね、はい、フロントウィンドウね、うん、やっぱ居住性高めるっていうのもあるので、目元のね、こんだけ立ってたら空気抵抗は悪いよ、うわ、ですよね、いや、良くなってます、3割本当かね、はい、本当すか、上とこう横にこう空気が流れるようにしてるので、これまでよりも顔もこう、そうですね、気持ちこうラウンドしてんだ、ラウンドしてます、なので直方体というか少し丸みのあるようなこういう、え、普通はさ、はい、全面投影面積が増えれば空気抵抗悪くなるじゃん、はい、はい、そうですね、どうなの、かっこいいからいいんじゃないですか。お前さ、何のために呼んだと思ってる。いや、なんですけど、ただあれなんです、私の友人とかで結構背がでかい子とかだと、前の方だと頭が当たって窮屈だって言ってた子たちがいたので、そういう人たちから考えたらあれなのかなっていう。だから力くんとか僕なんかだと全然不満はないじゃん。はい、はい、全然ないです。はい、ね、はい、じゃあもっとでかい人で180センチ以上のね。はいはいはい、やっぱりキャブの中広くした、白くしないと頭当たっちゃいます、ね、そう、はい、あんなでかい人いる、結構います、あ、いるんだ、はい、へぇ、時計屋さんに、あ、あとは何が変わったの、あとはですね、まあ、前から見てこのやっぱサイドの窓のところもかなり立ってるんで、はい、運転席座っていただくと多分目の前の空間上、はい、あとは横、はい、かなり開放感がある、ゆとりを持った形になっているので、だから全幅もさ、何も変わってないわけじゃん、はい、基本的には寸法同じです、そうですよね、そうですよね、あ、これとっても違う、はい、これハンドルも今回変えました、あ、上も下も、はい、ほらね、あ、これいいね、いいですね、あ、これいい、これありがとうございます、これまで下からだったんですけど、はい、やっぱりこう上からもとかやっぱ操作性が高まりますんで、トラックやっぱ1日に何回も乗ったり降りたりしますので、はい、そういうところもちょっと意識しています、これいいね、はい、上から下から、うん、最悪指一本使えればドア開けるんです、ああ、そっかそっかまさかの時に、はい、あとは、あとはボディも実はちょっと変わってまして、荷台もこれ違うの、荷台も、はい、この素材がこれまだただの合板だったんですけど、はい、今回竹に
え、なんで合板から竹になったの？やっぱりあの軽い。あ、軽いの？竹の方が。はい、丈夫で軽いっていうのと、やっぱ耐水性もありますし、あとやっぱ昨今やっぱ木材、はい、そういうの、あの環境の配慮っていうところも含めて、あの脱木材っていうところも含めて竹に今回変わってます。うん、それどうなの、力くん？竹の方が強いってみんな言ってます。みんな言ってんの？そう、あのだから最近その木の床のトラップを竹に張り替えたりとかする人たちもいると聞きます。あ、そう。はい。え、合板より竹の方が強いの？あの年数経ってきた時に合板だと腐っちゃって、あ、そういうことか。結局全部張り替えなきゃいけないとかなってきちゃうので、うん、竹なんですよ。あ、そう、はい、こっから切ってきたんだ竹ですね。ちょっと太いのだけ選んで、はい、こっから切ってきたんだよ。地産地消ですね。ね、はい、いいことだね、はい、うん、他には中もいいですか？中もいいけど外もいいですか？後ろ変わってないでしょ？後ろ変わってないです。あの C っていうのはちょっとエンブレムのロゴがちょっと形が変わった。あ、エルフの。エルフ。へえ。あとはバックアイのカメラがついてます。お、なるほど。はい。さりげなくついてるね。はい。なんかやっぱりトラックはあの後から例えば後ろに油圧のゲートをつけたりとか、はい、そういう使い方もあるので、あのあんまり乗用車みたいな形っていうのは簡単に映せる場所、はい、そういうのをちょっと意識して。普通はついてないの？普通はついてないです。これからどんどん、はい、ついてくると思います。あ、そう、はい、じゃあさ、菅原さんのその自慢の室内見てみようよ。はい、はいはい、室内見ます、はい、これいいな。これ室内がどう変わったんですか？これ室内はもうほぼ全て、やっぱ内装もプレジャートゥーキャリーでやっています。はい、あとはステアリングです。ちっちゃくなってる。はいね、はい、382倍まで410だったんです。で、実はグリップもちょっと太くなってます。あ、そう、はい、お、なんかちっちゃくなってるわ。あ、ここになんかスイッチいっぱいあるわ。今回スイッチもいっぱいつけました。あ、そう、はあ、まあ、なんか今風だね。今風ですね。アナログメーターと、はい、あのセンターに液晶メーターを組み合わせまして、はいはい、やっぱ真ん中にこう燃費とか、あと安全装置の作動状況とか、まあ、いろいろなところが、はい、一発で分かる。え、燃費は旧型と比べてこの新型はどうなんですか？まあ、かなり良くなってます。今、まあ、カタログ上だと大体13ぐらいなんです。あ、そう、旧型は？旧型がもうちょっと下なんで11とか10ぐらいだと思います。ああ、それだからさ、毎日乗る人にとってはでかいよね。はい、あ、めちゃくちゃでかいと思います。そうだよね、はい、だって、チカラ君の友達って建材屋とかいっぱいいるから、土建屋とかすごいよね、燃料代ね。はい、はい、毎日やっぱ乗られますよ。やっぱちょっとでもやっぱ良くしたいっていう思いでやってますね。空気抵抗もそうですけど、あ、なんかさ、はい、フロントウィンドウが遠いような気がする。あ、本当ですか？じゃあ効果出てますね。なんかさっきのように、はい、旧型よりも広く感じる、うんうん、ここが、運転席からフロントウィンドウが、なんだろう、立ったせいかな。やっぱもうそれが完全に出てますね。8度ぐらいで、寸法でいうと19センチぐらい遠くなってるんですよ。あ、そう。え、ヘッドクリアのやつなんか全然あるよ。ここも実は20ミリぐらい。あ、そう、はい。へえ。あとペダルなんかも今回かなりこだわってまして。あ、そう。今回あのやっぱトラック乗りより多いんで、あの元々のオルガン式から今回釣り下げ式に変えてるんですけど、足がこう通り抜けやすいように、はい、ああ、なるほどね。何回も乗るように、はい、はいはいはい。で、はい、角度を87度っていう、足首の角度が87度になるようなところにセットして。なんで一番踏みやすいんですよ。あ、そう。あとはこのペダル、アクセルペダルとブレーキペダルのこの踏み替えの時のすねのあたりに力が入るところを少しでもちょっと軽減できないかと、このペダル間の段差も短く、ちっちゃくしてます。フィンランドツーできちゃうんですね、このペダル。できる。はい、ただクラッチないですけど。オートマで。あ、サイドブレーキがない。電動パーキングブレーキですね。僕の大好きなサイドブレーキがない。雪道でいざとなった時はサイドブレーキで逃げる。そうです。力くん、はい、どうよ。
ちょっとやりにくいですね。ね、はい、改造しないと。あの走行中にサイドブレーキ効くように。新型買った人には、はい、力くんとこでサイドブレーキつけます、ね。やる人いるんですかね。オプション設定です。オプションで。いや絶対雪道はサイドブレーキあっても逃げられる。あ、そうですね。そう。今時なんだよな、このパーキングブレーキさ、電子ブレーキは。で、オートホールドでしょ、これ。そうですね、オートホールド。あ、シートヒーターがある。はい、今回やっぱりシートヒーターオプションでつけました。ね、寒いですしね、まあね、雪にも効きますね。いや、なんか小綺麗になってる、この辺が。そうなんです。シートいいな、これ。まあ、シート実はちょっと変わってます。素材が少し変わってて、少し厚みとしては薄くなってるんですけど、うん、乗り心地はそのままっていうので、うん、これがまたヘッドクリアランスのパックにもつながってるんですけど、まあ、乗り心地もかなり。いや、シートなんかいい、肌触りがいい。あ、そうなんですよ。表皮もですね、うん、実は変わってまして、ね、これまでよりもちょっと紐を短くして、擦れに対して強くするような形。あ、そう。いい、なんかこのポケットもなんかいっぱい入りそう。そこ実はあの上に USB のポートがあるじゃないですか。これ、はい、そこからコードを垂らして。あ、ここ、はい、iPhone とかスマートフォンを充電しながらしまっとけるっていう。ああ、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。はい、これ USB? USB、充電ポートです。うん、はい、なるほどね。あと実はここの後ろも。これ何？ここスマホとか置けます。え、ちょっとここポケットになってまして。あ、ほんとだ。スマホを入れるとけます。あ、ほんとだ、ほんとだ、はい、ここにスマホ立てて地図にできる。そうです、ちょっと注意しながらですけど、そんな感じ。あ、はいはい。あとここも、カップホルダー。あ、いいじゃん、いいじゃん。やっぱ乗り降り大事なんで、うん、この位置いいね。この位置いい、カップホルダー、はい、うん、この位置はいい、なかなかいいぞ。へー、あ、このポケットもいい、なかなかいいぞ。あ、ここもポケットいいね。そこもポケットみたいな収納になってます。うん、うん、なかなかだ、これ。結構収納がたくさんあって、うん、やっぱりいろんなものしまうじゃないですか、うん、仕事の道具とか。やっぱそういうところを、しまいやすいようなところをちょっと意識してます、うん、そうだね、うん、え、このエコボタンを押すとどうなるの？あのエンジンの回転数をちょっと省燃費モードみたいな形に変えまして。はい、あ、そう、はい、回転数をそこまで上げずにこうシフトアップしていくようなところをちょっとするような、そう、スイッチです。ねー、はい、どう？いいですね。呼んだ意味ないじゃん。いやいや、いや、そんなことないです、そんなことない。自分がちょっと気になってるのは、あのまだ内装のことじゃなかったので。あ、違うんだ。はい。いや、あの、ブレーキみんなディスクになったのかなと思って。あ、そういうことか。この車についてはもう、ソーリンディスクですね。あ、そう。はい。一部、車の構造上、ドラムの車もいるんですけど、うん、この車はディスクです。そんな違う？違います。あの、乗用車みたいに乗れるんで、乗りやすいんですよ、ディスクブレーキの車の方は。あ、そういうことか。はい、菅原さん、ちょっとライトつけてみてください。ライト、はい。はい、おお、きれいきれい。きれいきれい。なんかいいんじゃないの？どうでしょう、おしゃれ、おしゃれ、おしゃれですか。あ、おしゃれ、おしゃれ。あ、 LED いいじゃん、なんか、はい、やっぱり昼も夜も、はいはいはい、仕事に使えますんで、そういうところに使います。きれい、きれい、うん、はあ、今風って感じ。あ、今風、今風。へえ、乗ってみようよ、ぜひ。じゃあ乗ってみよう。はい、はい。俺の位置だとまだちょっと遠いな、ハンドル。ちょっとそしたらハンドル調整していただいて。チルトね、はい、今回実はテレスコ量が拡大してまして。あ、すげえ伸びる、結構。そうなんです。あ、結構拡大してますけど、今回なんでいろんな方が最適な、やっぱポジション大事なんで。これいいな、結構動く。ほら、そこで喋るな。いや、これ楽だよ、これ。いや、前テレスコなかったんですよ。あ、ないんだ。はい、あ、テレスコついたんだと思って。いや、楽、はい、いや、楽ちんだ、これ、
これもエアコンで、はい、いいんじゃないの。シートベルト優しい。いいわ、なんかこの小径ハンドル、はい、いい。そうなんですよ、うん、でなんかこの実はこの素材感もちょっと耐久性が高まる、はい、やっぱ仕事の道具なんで、はい、やっぱ長持ちしないといけないんで、実はこのちょっと素材感も少し今回変わってます。変えたんだ。これは何ですか、非常ブレーキ。これはあの安全装置のスイッチなんですけど、はい、例えばあの急病だとか意識ちょっと失っちゃうとか具合が悪い時に、あの例えば同乗者の方が押すと、うん、あの車をこう緊急制動をかけまして止めてくれるっていう、あとはこのカメラがついてますんで、はい、これで土屋さんの顔を見てて、まぶたとか目の動きとか姿勢をこう検知して、もうちょっとまずい、要はあの緊急時にはもう車を止めに行くっていう。ウインクしたらどうなる。ウインクしたら、まあ、返してくれる。本当だね。すいません、はい、ね、なんで2つもあるの。これはあの実際にこの手動で、かける時のスイッチ、はい、でこっちはその例えばもう終わりましたとか、例えば間違えておっしゃった時のキャンセルスイッチっていうので、まあ、2つついてます。はい、ね、旧型にこんな非常ブレーキみたいなのある。おう、これなかったです。これ新しい安全装置です。新しいんだ。はい、はあ、ね、これはさ DSC オフ。そうです。これだとどうなるの。長押しないと。あ、長押しか。はい、オフです。アンチスリップレギュレーターオフってなる。おうおう、はい、これさ、雪道走ってみたいね。そうなの。ね、どのくらいいいか。じゃあ乗ってくるわ。はい、行ってらっしゃい。はい、お願いします。ほう、これが9速の DCT になります。アイシムです。9速。はい、イスズスムースインテリジェントトランスミッションの頭文字で、うん、アイシムです。ほう、じゃあぜひ。お、早い。お、早い早い。どうですか。早い。さっきのタイムラグがない。ああ、やっぱデュアルクラッチなんで、そこがかなり効いてるね。効いてますね。この9速ですし、はい、いや、デュアルクラッチ効いてる。さっきのは、はい、って言ったのが、そうですね、って言ったら、もう非常にスムーズなんで、やっぱり長時間乗っていてもやっぱりちょっと疲れにくいですし、やっぱそういうところにもいいですよね。はあ、これはいいや。やっぱりこれはいい。運転やっぱしやすいですよね、うんうん、スムーズで。あー、トルクあるわ。あー、いい感じだ、いい感じだ。あー、いい感じ、いい感じ。おー、ありがとうございます。あー、やっぱデュアルクラッチにするとさ、はい、タイムラグがないね。そうです ね切り替わりのね。はい、で今回9速まで入ってますんで、うん、もうかなり本当に早いタイミングでどんどんシフトアップしていきますんで、エンジンの回転数なんかもかなり抑えめで走れますね。てか静かだよね。そうですね、やっぱり前よりも低い回転数で走れてるのと、やっぱキャブの自体の精神性も上がってますし、あのやっぱ全体を通して車自体が静かになってますね。はい、やっぱり長時間乗ってると疲れちゃいますからね、うるさかったり振動があると。あ、いや、旧型より静かだこれ。はい、だってエンジン変わってないもんね。エンジンは現行あの古い車と同じエンジンです、ね、そうですよね。はい、なるほどね。フレームも変わったの。シャーシフレームも基本的には前回の車と同じです、うん、キャリーオーバーしてます。あ、ブレーキね、こういうことか。力分解って言ったのはね、はい、そうです。あ、なるほどね。あ、キャリパーとローターでやっぱ普通車っぽい。うん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 、うん、やっぱいろんな方に運転しやすく乗ってもらうと、こういう風に、ね、うん、あ、ブレーキいいわ。おお、いいよ。そう、そうなんです。このシフトのこれなんですよ。ああ、いいいい。お、すげえすげえ。はあ。
快適だこれ、急速。うん、うん、シフトショックもない。そうですね、やっぱそこが一番大きいポイントですね。ねえ、はい、シフトショックがないわ。いや、なんかこっからウィンドまで遠いから、はい、なんかさ、居住空間が広くなった。あ、本当ですか、うん、横側どうですか。横側、横もまあ広いっちゃ広いけど、うん、やっぱここの圧迫感がない。あ、うん、やっぱそれだけフロントウィンドウ立てたところがかなり効いてますね。あ、いいいいいい、この加速感はいいね。ありがとうございます。はあ、新型いいね。ペダルなんかどうですか、踏み替えとか。楽楽。あ、本当ですか、うん、楽楽、この角度も全然楽。おお、いいいいいい、全然いいよ、全然いい。おー、いい感じいい感じ、めっちゃいいわ。へえ、あ、新型いい、快適だ快適。ええな、トラック、これが新しいエルフですね。へえ、いい、いつまでもどこまでも走れ走れいすゞのトラックって感じだよ。ありがとうございます。いいね。トラックすげえな、このレベルは。今時のトラック、こんないいんだ、乗り心地から、ね、室内空間から。そうですね、居住性から。毎日使う仕事の道具なんで、やっぱフレジャートゥーキャリーとか言いましたけど、やっぱ運転しやすいとか疲れにくいとかっていうところをやっぱりすごくこだわって作ってます。耐久性がいいとかタフさっていうところをすごく意識してやってますね、はい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 、やっぱりだから運転しやすいと、例えばその長時間乗ってても疲れにくいですし、やっぱそうすると最終的には安全な運転ができるんで、積みだとか仕事先まで安全に行けるっていうのは、やっぱ仕事の道具としては大切な要素かなと思ってます、はい、これは楽だわ、うん、トラックって感じがしないわ。なんか普通乗用車みたいな扱い方が楽。よっしゃ、次は、はい、トラックオタクに乗せて、なんていうか、そうですね、ぜひやつに乗せてみたいと思います。お願いします。ああ、なるほどね。いや、この微速で発進するところがあるじゃないですか、はい、この、はい、なんですか、あのゼロから、うんうんうん、この10キロぐらいまでの調整が、はい、結構 DCT のトラックって、うん、難しいと思うんですけど、はい、なんかカタログ見たときに、うん、トルクコンバーターみたいなのが映ってたんで、はい、これもしかしてトルコンで制御してるのかなと思って。そうですね、あの発進機構はあのフルドカップリングでやってますので、はい、あのクリープ走行だとか、はい、そういう微速発進更新っていうのはできるようになってます、はいはい、なるほどね。 あれなんですね、このエンジンブレーキも適度に効くんですね。そうですね、やっぱりあの省燃費運転には欠かせませんので、はいはいはい、そういうところはかかってきます。やっぱりあと今回急速 DCT で、はい、やっぱ変速のショックと、はい、はい、やっぱりそういういかに低い回転数で走らせられるかっていうところをやっぱりかなりやってます。はい、乗り心地もいいですね。ありがとうございます。正直あの他社さんの車には乗ってたん乗ってましたし、はい、前方のエルフも乗ってたんですけど、はい、全然いいですね。ありがとうございます。やっぱりあのキャブ自体がかなり変わってるっていうのと、シートも変わってますんで、はい、やっぱ乗り心地はかなり良くなってると思います、はいはい、すごく広く感じるので。あ、そうですね。この車、他にはあのレーンキープもそうですし、はい、全車速 の,、はい、あの
ベータクルーズですよね。はい、アダプティブコロクルーズコントロール、はい、あとその他の標識を認識する機能とか、はい、それと連動するスピードリミッター、はい、そんなのもついてます。あとやっぱり交差点内でフリークラッシュブレーキを効かしてくれるような、はい、左折の時にも効いてくれるような安全装置がついてるので、はい、やっぱりその市街地走行での安全っていうのをかなり意識した、なるほど、はい、安全装置になってます。ああ、これはいいですね。ありがとうございます。さあ、新型エルフ、僕が乗った感じではトラックというよりはなんか乗用車感覚で乗れて、なんかあ、いいな、昔の旧型ってさ、なんかあ、トラックってもうガテン系みたいな感じで、新型はね、なんか本当なんかもう乗用車感覚、ツーペダルに、ツーペダルっていうかツインクラッチだね、それが変速がすごく楽になって、あとはもうこうチルトのやり方が自分のこう位置で運転できるんですごく楽だった。力君どうなの、オタクの意見として。こういうAMT って言われるその DCT だったりとか、その自動トランスミッションだったりとかのトラックって、よく発進の時にギクシャクしたりとか、うん、その10キロぐらいスピードが出れるそのバックでちょろっと動かしたりとか、うん、そういうところがギクシャクしたりとか、うん、その信号待ちで止まる時にガチャンガチャンガチャンって止まったりとかっていうのがあったんですけど、それが全くなかったのですごいなって思いました。そう、はい、オタクが言うんだから間違いないですね。ありがとうございます、うん、めっちゃオタクですよ。めっちゃうるさいですよ。はい、細かいし。はい、いい、はい。俺もなんかさ、久々に2年前にスカニア乗ったんだけどさ、はい、スカニア雪道で乗ったんですよ。はい、その時にやっぱトラックってこうだなみたいなさ、はい、なんかこれは乗用車感覚。はい、びっくり、はい、で。ブレーキいいね。ブレーキいいね、なんか普通車みたいな、はい。本当に。なんですか、多分土屋さんだったら分かっていただけると思うんですけど、はい、あそこまでにこの動力で止まるっていうのが普通にできる。ああ、そう、2度積んでんだよ。はい、いや軽い時は軽い時で、はい、すごくこう軽快に加速していくしね、はい、うん、びっくりびっくり、うるさい、うるさい力くん、細かい力くん、いい、いいですね。ハンドルもこれ本当にトラックかっていうぐらい軽かったですし、はい、いいよね。だからハンドル小さくしても大丈夫なんだと思ったので、うん、ね、びっくりだね。なんか乗っててさ、全然疲れないね、この車。疲れないですね。これは疲れないですね。ね、はあ。毎日乗る仕事道具なんで、まあ、疲れないように、疲れないように。そうだよね。はい。これやっぱ土建屋さんが多いんですかね。やっぱりそういう方々もいらっしゃいますし、そういう配送に使う方もいらっしゃいますし。ね、2トンは。はい。土建屋さん多いよね、こういう車の。土建屋さん、あとは酒屋さんだったりとか。ああ、そうか。もういろんな業種の方が一番使われる多分サイズのトラックだったんですよ。2トンのこの4ナンバーサイズって言われるやつ。ああ、そっか、はい、まあ乗用車で言えば5ナンバー、5ナンバー、はい、ね、はい、多いんだね、はいはい、あとさ、雪道でどうか乗ってみたい。そうです ね、雪道でちょっと、うん、ちょっと横向けてどうなるか、どんなもんかなみたいな ね、はいはい、安全なのか、はい、そうですね、コントロールできるのかどうかっていうのが一番大事ですよね。そういうのもやってみたいよね。わかりました、じゃあ今度雪ですね、うん、ね、はい、はい、そういうね、はいはい、安全面を我々はね、そうですね、重視するからね、はいはい、極限の状態で安全かどうか、そうですね、はいはい、そういうのもやってみたいと思います。ぜひお願いします、はいはい、ということでした、はい、さあ本日の DKTV いかがだったでしょうか。いすゞの藤沢工場からお送りしました新型エルフ、まあ2トン車ですけれどもね、世の中に一番多いトラックかなと思います。まあ久しぶりに2年ぶりにトラックに乗りましたね、2年ぶり、皆さんこの DKTV でご覧になったのがスカニアで雪のドリフトという、そこからはね、2年越しですけれども、まあ、いすゞさんがこの新型エルフを登場させて旧型との乗り比べ、まあ、世の中のトラックっていうのはもっとこうガテン系でガチャガチャしたもんかなと思ってたんですけれどもね、この新型エルフに乗ってみて乗用車感覚で乗れるトラックなんだなっていう、まあ、デュアルクラッチのせいで本当にこう普通車感覚で乗れるんじゃないかな。変速シフトの時にもね、全然こうガッコンガッコンしないし、トラックがこんなスムーズにシフトチェンジしてるんだ、まあ、2トン車でこれだけの、ね、安全性能だとか、あとはもう緊急通報だとか、あとディスクブレーキだとか、そういったものが全てがなんかこう乗用車感覚で乗れる2トン車だなっていうのを感じました。あとびっくりしたのがね、空で運転した時っていうのは割とこうなんか
やんちゃなチューニングカーみたいなね、そういう感じでこう、あ、トラックってこういう感じだよなっていうサスペンションがね。だけど2トン積んだらすげえこうしっとりして、2トン積んでこの車ってなんかこうしっとりするんだ。やっぱりまあトラックですからね、荷物積んだ時のその室内での受け方っていうかな、その振動だとか、まあ空荷でも重荷でもね、その振動なんか全くないし、もうさっきも言ったように何だろう、乗用車感覚で乗ってられるっていう、その感覚的にすごく楽なんですよ。でまたそのフロントウィンドウが立ったことによって、なんか室内空間が広がったように感じるし、なんかこうウィンドウとの距離があるから圧迫感が全くないしっていう感じ。まあだけど本当に2トン積んだ時に、ああこのトルクでこの加速するんだっていうのがちょっとびっくりしましたね。皆さんもぜひね、お近くの販売店かなんかで試乗してみると分かりますけれども、本当にトラックというよりは乗用車感覚で乗れる Isuzu Elf と思いますので、ぜひご覧いただきたいなと。またあのこの後夏ぐらいに登場してくるカスタムもね、我々としても楽しみですし、またあの雪道でこのエルフをね走らせてみたいなと思います。それではバイバイ。Ooh.